まあなんかおろしっていうか、なんかさっきお風呂入ったばっかで、ちょっと汗だくだったから、お風呂入ったばっかで今さっき髪の毛をとかして、でこんな感じ。でも一回夜にお風呂入るんだけど、ちょっとめんどくさいけど ちょっとめんどくさいけど、お風呂にまた入らなきゃいけない。だからもう思い切って今日はメイクしちゃいまーす。お、なあちゃんの初日公演見てきましたか？もうすごかったでしょ。私がなんか上から目線だけど、すごくないですか？私もちょっと見たよ、チラ見した。もうすごい頑張ってる姿を見て本当に感動した。もう泣けてくるよ、本当にすごかった。痛い。チラ見っていうか、なんか後半からちょっと見た。もう本当にすごい。踊り方がまずね、本当に違うんですよね。もうキレッキレ。スズメ？飼ってないよ、これ多分外。外の音。ちょっとうるさいんですけど、静かにしてもらえますかね。ん？こんなにうるさいことある？家の中に飼ってる？もしかして屋根とかにいる説？ ワンちゃん屋根の中に巣作ってる可能性ある？収まった。でもちょっとさすがに屋根は屋根というか見れないので、ちょっと嫌だね もし巣を作ってたら、ちょっと嫌だな。でね、今日はね、なんとちゃんと考えてきて、見て今日のお洋服、ちょっとここまくっちゃったけど、白いの。そう、分かってくれた、ありがとうございます。そう、バニラ色。今日はね、ちょっとこのイベントにちなんでバニラ色にしてきました。バニラ色の服を着ました。だからそう、今日はね、なんかバニラメイクって言ってもどういうメイクをすればいいか分かんないんだけど、まあメイクもちょっとバニラっぽく、多分変わんないと思うけど、全然変わんないけどやってみます。
ねえマロじゃない、なんでマロっていうの、絶対しないから。でもバニラメイクって言ってもどういう感じのメイクをすればいいか本当にわからないんですけど、困っちゃうな。そうだね、バニラ色のこの服に合わせたメイクをします。今日はだからきっとどうしよう、なんかさストロベリーだったらめっちゃやりやすいけど、バニラってなるとちょっと難しいね。うわわあ、わあ、わあなんだけど、やばい、みはるさん、みはるさんが、みはるさん救助隊、ずっとここに置いててもかわいそうなんですけど、ごめんなさい。やばい、くしゃみでそう。マジでさ、バニラってさ、何の、何のって言っても分かんないけど、今アイシャドウ選びますね。バニラ、なんかすげえ色本当にストロベリーだったらやりやすいんだよね。まあそうだね、バニラのように甘い感じ。それな、バニラメイクって何、自分で言っといて何、本当に何も調べてない。バニラメイクとは、白を使うのかな。でも白使ったらさ見えないじゃん。じゃあ黄色っぽい、黄色っぽい感じ、まあ甘めな感じでいいかとにかく、とにかくそんな考えすぎず。オッケー、じゃあラメとかを黄色にすればいいのか。オッケー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 、Google、 オッケーオッケーオッケー、早速やっていこう。もう今日はめんどくさいから下地は塗りません。もうそのままアイシャドウに突入。ピンクすぎてもあれだから。どんな感じでした？ウケる、おもろ、スクショしとこう。せーの、難しい、めっちゃむずい、行こうか。オッケー、お姉ちゃん撮れたよそれな、お姉ちゃんセンターなんだけど、ちょっとセンター陣取らないでください。何これ、うわ塗っても分かんなかった。持ってるバニラ全部送った、ありがちゅ、お姉ちゃんありがちゅ。見て、見えないか、
このぐらいつけたらわかる。ほら。美容系 YouTuber 見えないし。でももうちょっと大きい花粉って言わないで、花粉って言わないでよ。でももうちょっと大きいパレットあるから持ってこよう。これ何持ってくるって。でぶつけ、ここにぶつけないように立つ。 OK、 ぶつけてない。コーラセットよいしょ。ただいまっちょ期待してまあ学習したよ。見て巨大パレット、あやべ鏡あった、あっぷねー、あっぷねー。あ、今危なかった、でもセーフ。これでメイクできる説。え、でもこれお姉ちゃんの注意、お姉ちゃんの注意じゃなくてお姉ちゃんの部屋だよ、だからお姉ちゃんが困るだけ。バニラチュワンでしょ。よし、黄色って言っても、こんにちは。みんなの力で14位にしてくださいみんな頑張って。お姉ちゃん順位を下げたいらしい。まあいつもの普通にメイクして、その上にちょっと黄色いやつを乗っければいいの。いやでもこれ出てきそう。投げないのか、そっか。全然わかんないよね。ちょっともうやる気なくしてきちゃった、こんなん。もういい。うん、今日は普通のメイクでいいよ。え、そうなの、ありがとうございます、ありがちゅう。
ていうかアイシャドウしたって変わらない気がするんだけど。私は思いました。まあいいや、これくらいで。まつげやっちゃおう、さっさと。あ、そうだ。てか今日ってさ、おかん30分しかやらないみたいな感じでお母さんと相談してたんだけど、おかん大丈夫？お時間4時？なるほど、そうだった、4時でした。すいません、お騒がせしました。お騒がせ。そう、音楽の日のあのななみさんと藤崎さんの、いった、もう音楽があるから。マジで恋する本質が未来はそう悪くないよ。へいへい、夜には笑顔を見せるほど。なんで今匂いを嗅いだんだろう。開ける。顔がやばい。みんな見ないで見ないでって言ってるの失礼すぎだろ。今の私見えちゃうんだもんね。しょうがないよ。全集中。もういいや、大体とか束になった。いって、挟んじったお姉ちゃんがまだ壇上に乗ってる。間違えた、1位なの。面白い。早くだって。
っちと違いがありすぎだろ。お願いします、皆様、午後のミッションやってるか、もうちょっと待ちだって、ミッションやってる。何お姉ちゃん今まつげやってるの、全集中してるから今 LINE 送ってこないで、あなたに構っている暇はない。の呼吸、今は結構メイク、私いろんな呼吸持ってて、今はまつげの呼吸です。こんにちは、まつげできた。はい、夜シュル、夜シュル、なんでシュルって言うの、噛まないで。早くカナオのコスプレ見たい。じゃあちょっとさ、もうみんなが楽しみにできるようにちょっと、あ、いや本当にね、私もコスプレを早くしたくて、本当に私も、もう服ございます、コスプレのお洋服。ちょっと見る、みんな見たい、お洋服だけど、お洋服だけだけど、見たい、 OK。ちょっと待ってね、よし。ちょっとかなおちゃんがいつもなんか羽織ってる白は今1階に あるから、ちょっとごめんね、行くよ。じゃじゃーん、ちょっとボタン閉めるわ。ごめんね、ちょっと待って、よっこらセット行きまーす。メッツ、これトップストップスね。でこちらスカートになりますね。ベルト壊れてんだけど、どういうこと、本当に壊れないでよ。
ちらスカート、かなおちゃんのスカートね、セットです。でこれを9月7日9月7日のオンラインで着るので楽しみにしててね。でこれでみんな楽しみになったでしょ、ワクワク止まんね。あ、これ髪飾り髪飾り見せ直せてた、ここにつける。かなおちゃんは9月7日です。であとセーラームーンも一応コスプレしようと思ってるので、ちょっとまだお洋服頼んでないからちょっと待って。セーラームーンちゃんも9月だ。セーラやめて村田さん、面白い。私やっとね、やっと昨日めつめつ見れたの。う、最終回というかテレビでやる最終、めっちゃすごかった。だからね、楽しみ、映画見に行きたいな。でも映画で見たら絶対怖いテレビで見る方がちょっといいんだけどだけど早く見たいから映画で見ると思う。でも映画見に行く時間あるかな。ねえ、迫力あるよね。だってさ、戦うシーンですよ次は。絶対うるさいやん絶対うるさいもん私大きい音が結構苦手で、ほんとにバシコバンバンシュシュンとか言ってるのもちょっと苦手なんです。だからそう、筆太い、でもいろんな種類の。怖くないんすか？どういうこと？何が？どういうこと？何が？どういうこと？何が？どういうこと？うざ、今のすごいうざいね。目に刺さりそう。いや刺さんないよ。まあ刺さったことはあるけどでも大丈夫。メンバーと一緒に映画見るとしたら誰がいい？え？映画を趣味にしてる
映画が好きな方がいいな。あと好きな方というかその趣味が一緒マジか。レイナさん鬼滅見てるらしい。こりゃ一緒に行くしかない。へえ、そうなんだ。あ、コマちゃんも。いやでもコマと行ったら楽しそう。コマチコマチ。アイライン難しい。やばい、めっちゃ目乾くんだけど。集中してるから。こんにちは。あ、でさ、ちょっとさ、夜もね、夜も配信をしようと思ってるんですけど、ちょっと今ノーセットなの。ノーセットな、なんかどういう髪型してほしいとかリクエストありますか？そう、まつげの呼吸頑張って。今アイラインの呼吸してます。今全集中。ハーフツイン、おお、いいね。サイドポニーで三つ編み。え、なんでそれ。羊はいろいろある。こんにちは。バニラーニャヘア。おー、そっか、バニラだから。どんな感じなんだろう。なんか濃くね。まあいいや。お姉ちゃんのセンター。確かにまだセンターじゃん、お姉ちゃん。面白い。猫耳、何がいいんだろう。
何がいい？ハーフツインと羊とあと猫耳と、あと何？お団子ツイン。おお、なるほど。どうしよっかな。めっちゃいい。それ可愛くない？下の方でツインで三つ編みして輪っかにする。その髪型やったことないかも。こうでしょう、こんな感じでしょう。やったことない。それいいかもしれない。こんな感じ。そうな、ねえ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 、くまさん送る。そうそう、私もちょっとなんかこれ今鏡こうやって叩いてたんだけど、爪で。私もそれ想像してた。くまのドラム叩くおもちゃ。じゃあそれに決める。決まった。ここでね、こうね。オッケー。じゃあ夜お楽しみに。メイクはもうこれでいいかな。ちょっと薄いけど。ああ、下ライン入れてない。今日シークレット配信した？下出てた？出て、え、下？お、ありがとうございます。お姉ちゃんを。今日はシークレットだからね。うわ、びっくりした。ねえ、もう勝手に開けないでって。ねえ、ノックしてって言ってんじゃん。本当に今やばかった。心拍数爆上がり。ありがとう。バニラーニャ。じゃあちょっと今お母さんがアイスクリームを届けてくれました。なんとまたチョコミント。チョコミントなんだけど、またこれあれで、ちょっとアイシャーバニラーニャを目指してるので、バニラを送ってくださると嬉しい。集めてるのは違うから。で、溶けちゃうのでもういただきます。まっ、
歯磨き粉食べてるみたいだけど美味しい。うん、美味しい。すごい、ゾクゾクいってる。え、うま。ザクザクしてる。冷たい。そう、チョコがザクザクだと思う。え、うま。チョコおいしい。あ、ごめん、ミントも。私はチョコミントのアイスを食べてます。おいしい。このアイスは普通になんかチョコがたくさん入ってるミントアイスだからめっちゃチョコがザクザクいう。違う、そういう商品です。グッド。でしょ？ザクザク聞こえるでしょ？あと面白いデザインじゃないから。これキティちゃんだよ。これお気に入りのスプーンなんだから。前も紹介したけど、あおいちゃんって書いてあるんだよ。私のとてもとてもお気に入りのスプーンなの。だからこれは誰にも譲れない。え、やった！フォロワー増えてる？
え、嬉しい。誕生日までに2000人いくかな。頑張る。嬉しいよ、皆さんフォローありがとうございます。こんなね、なんかこんなね、配信でね、本当にすいませんね、ありがとうございます。え、でも結構なんか半日で結構いったフォロワーさんが増えたから、ワンチャン生きる説します。お願いします、神様。お母さん、お下げをお願いします。神様確かに。わっせこいせ、わっせこいせ、わっせ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 、ガチャン。おいしかった。こんにちは。え、っていうかなんか今日めっちゃな、今日4時までなんだけど、え、もう4時だよね、思ったけど時間過ぎてない？過ぎてない？あ、全然だった、ごめんなさい。なんかもうなんか過ぎた感じがしてた。ああ、坂道グループ。なるほど。大丈夫だった。よかったよかった。それならよかった。あ、やっべ、チーク入れてないじゃん。忘れてた。うおお。今骨がボキっていった。骨鳴るからってなんでもない。え、十分可愛いですか？なんか物足りない気がするけど、まあそりゃまた夜また可愛くすれば ありがとうございます。日差しがすごい ショールーム見てると本物のアイドル、本物のアイドルは違うと思う。え、なんか、え、本物のアイドル、私ってなんか、私すごいこの配信だとすごいふざけちゃうからアイドルじゃないよね、なんか本当にごめん。でもなんか前よりはちょっと良くなった気がする前はすごいもうテンションが上がりすぎて、え、アイドルですかやばかったもん。結構この間なんか丸メイクもしちゃって、もう本当にアイドルなのかって話見た目が良くて面白いのは最高じゃん。
え、見た目いいですか？本当にありがとう。照れちゃうな。無理。あ、むしろそれがアイドル。え、本当？ならいい。ならいいってどういうことやねん。ウレピーマンは初見さん、ありがとうございます。こんちゃ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 。え、そうだよね、なんかさ、なんかなんていうの、性格が変わらない人というか、ずっとずっとキャラを、なんていうの、ずっとその自分の個性というかキャラをそのままにし続けてる方は本当にすごいと思う。いや、私なんか本当にね、やばいよ。私なんか二重人格出ちゃってる。なんかこんなに静かな人なのに、こういう配信ではとてもうるさいっていう。だよね。ね、素が出ちゃうんですよ、配信だと。あ、なんかみんなと会うとこうやってね、生でなんか受付じゃなくて、ね、受付でいいか、受付だとすごい静かなのに、なんかこっちだとうるさくて。とおかしな子です。こんにちは、初見さん。どっちが本当？どっちも本当。っていうしかない。55分。あお、じゃあ今からキャッチフレーズをするので、ぜひこの場で覚えておいてくださいね。うふ。人間なんてそんなものだよ。え、だよね。うわ、早い、めっちゃ早い。しかもブスミ。え、みんな、え、どうしたの、急にブスミが増えた。え、みんな早いよ。みんな青っていうの早い。いくよ。私さ、癖でマイクつけちゃうんだよね。あ、いや、いきます。はい。空の色は？海の色は？いつも笑顔なのは？ありがとうございます。新潟から宇宙の果てまで、あの笑顔を届けます。新潟県。これってキャッチフレーズに入るの？まあ、いや、新潟県出身、高校1年生、15歳、あおちゃんこと新座葵です。新座葵です。新座葵です。よろしくお願いします。自分の名前を強調しました。宇宙の果てまで届きました。青の笑顔。あ、知ってます、ありがとうございます。知ってもらって、認知認知認知。
届いた。あ、う、3分前じゃん。じゃあ団長読みますね。きまーやばい。OK。 13位なおさんありがとうございます。12位りゅうまさんありがとうございます。11位たけぞうさんありがとうございます。10位りょうさんありがとうございます。9位まこちゃさんありがとうございます。8位じいさんありがとうございます。7位 X メンさんありがとうございます。6位妄想貴族さんありがとうございます。5位経理担当さんありがとうございます。4位、4位お姉ちゃんありがとうございます。3位ヘアシャインポムさんありがとうございます。2位部長増田恭平さんありがとうございます。そして1位トモさんありがとうございます。でお姉ちゃんがいているので、うん、お姉ちゃんが本当に邪魔ですね。はい、ということでスペシャル、お姉ちゃんがいるときは、お姉ちゃんがね壇上に乗ってるときは14位の方まで読むという決まりがあるので14位も読みます。14位イチョールさんありがとうございます。ありがとうございます。夜も配信しようと思ってるので、ぜひ見てね。ももちゃんと仲いいに決まってるでしょ。ももちゃんはとても私を可愛がってくれてとても嬉しい。大好きだよ。ももたん。じゃあまた夜お会いしましょうね。ありがとうございました。それな、今日シークレット配信なのに。まあ楽しみに。バイバーイ。